男子一部校 200m 競走の予選です。3組ございまして、各組の2着と3着以下上位タイム2名が決勝進出となります。第7レーンを開けて7名の出場です。3レーンが不正スタートと判定されたので失格となります。男子一部校 200m 競走予選1組が出発いたしました。さあこの組、なんといっても注目選手は第2名、前橋育英の細谷君。この種目インターハイ準決勝まで進出いたしました。その細谷君が先頭、ゴールの外側坂森直島君、確実 400m 競走を入賞いたしました。先頭は第2名細谷君、前橋育英。